新橋焼きとゆかちゃんです。お世話になっております。日々考えられる感染対策をすべて実施しながら知恵を絞りながら営業しております。来週から飲食店のお酒の提供が17時から19時の2時間のみという小池都知事の政策を、ひろゆきさんどう思われますか。浅はかで施設の政策について焼きとんちゃんゆかチャンネルでも配信しました。ご機嫌いただけると嬉しいです。小池都知事の記者会見をするときの後ろに路上飲み禁止とか公園飲み禁止みたいなの書いてあって、ほんと頭悪いなと思って見てるんですよね。公園飲み禁止、路上飲み禁止って言った場合って店舗で飲むか家で飲むかの二択になるわけじゃないですか。まあもちろん飲まないっていう人もいるかもしれないですけど、でもお酒が売ってる以上飲むんだったらじゃあ家かな店舗かなになるわけじゃないですか。一番安全なのって路上飲みなんですよ。路上であれば換気し放題なんで、ある程度の距離持って直接唾が当たらない範囲であれば、むしろ僕路上飲み推奨の方がマシだと思ってるんですよ。で、本当に感染止めたいのであればアルコール中心にするべきなんですよ。要はアルコールを違法にして一切お酒飲んじゃいけませんと。でもそうじゃないですよねと。お酒は飲んでいいんですよねってなったら、路上とか公園で唾が飛ばない距離でみんなダラダラ飲むが一番感染対策になりますよ。で、次に感染対策になるのは、じゃあ室内でちゃんと感染対策をしたお店で飲むが安全なんですよね。じゃあアクリル板立てますとか、換気良くしますとかっていうので、そういうのは、その焼肉屋とかって安全だよねって言われてるのって、焼肉屋ってアホみたいに換気扇回してるんで、そもそも論その飛沫とかどうこうじゃなくてガンガン換気しちゃうので安全だよねっていうのがあるので、なのでそのちゃんと換気対策してるところで飲む分にはむしろその家の中で友達同士とダラダラずっと飲み続けてるっていうよりはよっぽど安全なんですよ。家の中で換気扇ガンガン回してる家なんてないじゃないですか。家でそんなに広い家じゃない、普通の人はね、広い家じゃないので、8畳ぐらいの居間にじゃあなんか 4,5 人で集まってみんなでなんか飲みますとかになっても、じゃあその食べ物とかも小分けできないから、じゃあ大皿で割って結局なんか箸でつついてって、そこで唾液感染しますとか、ベラベラ喋ってそれがバンバン唾液が飛んでそのなんか小皿の穴にもかかっちゃいますとかになるので、家で飲むのを防ぐっていう方が僕は重要なんじゃないかなと思うんですけど、なんか会社飲みとか家飲み増やしちゃってるじゃないですか。何を優先順位にするかっていうので、まずじゃあみんなで公園飲みにしましょう。で、公園が暑すぎて飲めないんだったらビアガーデンにしましょう。で、ビアガーデンがないんだったら、じゃあ感染対策きちんとして換気扇回しまくったらお店で飲んだ方がいいですよ。なので家飲みで知らない人と飲むのはやめましょうっていう方が効率的だと思うんですけど、あんまそういう話にならないですよね。都知事リコールのオンライン署名をバズらせるにはどうすればいいでしょうか。まあ、リコールをさせるほどの悪いことは別に小池さんはやってないと思うんですよね。小池さんは何もしなかったっていうだけで悪さをしたわけではないので、他の人が都知事をやったからとしてうまくいったかっていうとそうでもない気もするんで。なので、ちょっとリコールまで持っていくのは難しいんじゃないかなと思いますけども。